によって行きたくない理由というのはあると思うのでまずはまずは子供としっかり向き合ってさあ今日も取っていきたいと思いますねえ今日も告知させてくださいえ自宅からですね本格的なオンライン安算対戦ができる安算を愉快で宇都宮大会え今年の12月の27日曜日ですね朝9時から10時までえやります参加選手はどこからでも自宅からでもえおじいちゃんおばあちゃんのところからでも旅行先からでもその1時間以内で だったらネットがオンラインがつながる状態であれば、えー、アプリから参加できますのでぜひ、えー、注目しておいてください。このチャンネルでもですね実況中継をやりますので。 えー、よろしくお願いします、えー、この YouTube ソロバンチャンネルではですねそろばん学習をする仲間たち誰一人として取り残さない世界をゴリ先生作りたいとやっており、えー、作りたいと思ってやっておりますなおこのチャンネルで発信される情報内容はですねあくまでもゴリ先生の主観的な考えに基づいて発信しております、えー、この考えにですね賛同していただける方のおかげでこのチャンネル、えー、維持運営できておりますもしチャンネル登録される時はですね、えー、ご自身の考えに一度照らし合わせてですねあゴリ先生の内容 だったら納得いいくなという方はです、ね、もしよろしければチャンネル登録もしておいてください。はいえー、今回のテーマはそろばん教室に行きたくないと思ってしまう原因と対処方法ということで、えー、お話ししていきたいと思います。えー、うちのリアルの教室で,です、ね、やはり、えー、行きたくないよーという子がいるんですね。あのー、教室の手前まで来て お母さんに手を引っ張られて、えー、頑張りなさいと言われながらやだよやだよという子がいるんですじゃあその子の、えー、対処方法原因と対処方法の具体例をちょっとそのケース話していきたいと思いますまず結論とにかく根気がいる作業です根気が要ります、えー、指導者の方あとは保護者、えー、特にママですね、えー、根気が勝負になってくるというのが大前提なんですけども 前、ちょっと前にですね、ゴリ先生、しっかり、えーその、早めの時間、やっぱりしっかり見ない、時間をかけて見ないといけないので、えー、結構早い段階の授業に来てくれる、当然、遅くなればなるほど、えー、人数が増えてくるので、えー、ゴリ先生の手間もかけられないというのがありますから、で、その時にちょうどやっぱり一番早いクラスだと、生徒数がまだ少ないんですよね、そういう時間を利用して、計算の練習をやめて、 しっかり二人で話し合うことができたんですね。時間をとって、えー。いろんな話をします。学校どうなのというところから、えー、いろんなことを聞きながら。どうしたら、そろばん練習するという話をずっとこう繰り返してやってたんですね。じゃあ、えー、その時に、なんでそろばん嫌なんだろうという時に、その生徒から返ってきた言葉が、難しいんだと。まず難しい。二つあるんですね。難しいということと、あとは、 大変だ。計算するのが大変だという、この二つを、え理由に挙げたんですね。そっか。じゃあ、その二つが解決したら計算してくれるという話で、繰り上がり繰り下がりの、今、基礎の練習をやってるんですけども、少し立ち止まる。え立ち止まってどうしても、えゴリ先生の場合、指導者なんで、前前少し前のめりのところがあるんですね。これは反省点なんですけども、 どん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 繰り上がり繰り下がりできるようになって、えー、九を覚えさせて、そして掛け算やって、えー、九合格させて割り算やって、8級合格さして、とにかく子供たちの能力を一歩ずつ一歩ずつ、えー、前前進めるということばかりを気にしてて、立ち止まるということを忘れてたんですね。あ、じゃあ、 そんなに計算が大変、えー、難しいと思ってるんであれば、少しをやらしたんです。過去のもう絶対できるだろうなという問題のレベルをちょっと溶かしたんですね。なんてことないんです。当然そうですよね。前にやってるので、簡単に計算が解けますから、簡単に計算が解けるということは難しいという部分のイメージがクリアできますし、えー、当然簡単にポン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 、10問20問、今まで3問4問ぐらいしかできなかった子は、 10問20問30問解,解けてくるという体験ができるのでイメージ的に大変というイメージもクリアできるんですよねまずそれをやってとりあえず1回自信をつけてもらいましたでも当然簡単な問題をやらすわけにはいかないのでまずしっかり簡単な問題ができるよ、えー、問題を解くことは意外に大変じゃないんだよということをしっかり理解してもらって また、ゆっくりゆっくり、進捗、少しずつ、半歩ずつ、半歩ずつ、前に進むようにしたんですね。ここ最近は、少し、え、前ほど嫌がらずに、お母さんに手をぐいぐい引っ張られずに、え、来るようにはなってきたのかな、というようなイメージです。ただですね、ちょっとそこを繰り返していくわけにはいかないので、やっぱりまた、難しい壁が少しずつ来るんですけども、やはりスモールステップ。 それ人それぞれの、まずはスモールステップ、スモールステップ、えー、会う速度というのが、個人的にはあるんだろうなというのをすごく、えー、勉強になりました、ですから、全員同じ速度で、えー、どん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 前に進めるんではなくて、たまにはいいんだと、たまには立ち止まって、子どものことを考えるんではな、たまには立ち止まって、ちょっと後ろに下がることも復習復習ですよね。 後ろに下がって勉強をし直すというのもすごく子どもにとっては自信をつけて、えー、教室にまた通う。 理由にななってくれるんだとというのことを学びました、まあ、そんなケースがあると思いますそのそろばんに教室に行きたくないというケースはですねただ今回のゴリ先生のパターンに関してはそういうような子どもの本音の部分がそこだったのでそこを対処する当然人それぞれによって行きたくない理由っていうのはあると思うのでまずはまずは子どもとしっかり向き合って。 生徒としっかり向き合って、えー、話を聞いて、で、その行きたくない理由を一個ずつ解消していけば、ゆっくりですね、時間をかけて、そうすれば、す、え、べ、ー、ての生徒に対応できるんだなというのを今回勉強になりましたので、お話しさせてもらいました、えー。このようにですね、今まで通り無料の動画、毎日頑張ってアップしていきたいと思いますので、またリクエストの方もお待ちしておりますね。えー、それではまたお会いしましょう。バイバイ。